感させた残酷な悲劇をお伝えします。昨日深夜1時、台北市大東区の1名の男が父親と喧嘩をした後、父親を刺した模様です。警察が現場に駆けつけた時に父親にはすでに意識がなく、三軍総病院へ搬送され治療中です。警察からの情報によると、容疑者は逮捕の過程でずっと独り言を話しており、精神的疾患がある疑いがあります。また鑑識作業員の話では、父親の体にはたくさんの刺し傷と切り傷があり、父親に対し激しい恨みがあった可能性があると思われます。私は覚えてる。あの頃彼は一人の言うことを聞かない片親の子供で、私は呼ばれ振り向くと、いつも彼はもういませんでした。あの時は全然わかりません。でも今思い返してみると、彼の目は私に警告しています。邪魔するなら死ぬぞと。死んで私はもう眠っています。